まあ一連の感じから、本当にね、シンプルに作ろうと思うと、パターンを選びます。で、パターン消します。プリセットパターンね。消しました。はい、もう何も入ってません。で、ドラムパターン選んで、まあ、4つ打ちでも打ち込みましょうかね。テンポが遅いか。ごちゃんで叩かれてそう。シンガさんすりゃあんのかな。いや、逆にあったらね、僕はうれしいですけどね。で、このね、SH4D ね、こうやってね、もう適当にね、ドラムとか打ち込むのが楽しいです。もう、こうやって。で、打ち込んだらね、もうプリセット切り替えちゃう。もう、これで十分かなって感じです、本当に。いい音。
上です。S14D の話終わりです。LFO も楽しい、こうやっていじれると。ワックスピカ太郎さん、こんばんはです。気をつけろ、これはローランドの罠だって言ってる。はい、かっこいい、楽しい、最高。